アンダーエンジニアは死んだ。ライン株式会社というところで、まあ、いわゆるギグプラエンジニア、下回りのエンジニアやってるんですけども、僕はすみません、パルメイゼントなんですけども、リリースです。プラエンジニアというのは、その運用するエンジニアでありながら、プログラミングに関することを、まあ、自ら一切放棄してしまっている人を指しますと、まあ、書いたんですけど、ちょっとあの都合が悪くなってしまったので、この定義ちょっと一旦なかったことなんです。はい、で今日お話しさせていただく、内容なんですけども、まあ、あのプログラミングスキルのないインフラエンジニアは死ぬのっていう内容になってるんですが、まあ、あのタイトルでも死んだとか言っちゃってるんで、まあ、死ぬのとか今更言われてもみたいなところもあるんですけども、まあ、ちょっとそういう話をさせていただきたいなと思ってます。はい、で今日話さないことはあのゴールとしてフルスタックエンジニアになろうとか、まあ、そういう話ではないということですね。はい、で早速ちょっと内容入らせていただくんですけども、まあ、インフラエンジニアとプログラミングっていうのが、まあ、世間でどういうイメージを持たれてるのかなっていうことをちょっと、まあ、調べてみたんですけど、まあ、大体あのこんな感じで、まあ、ここ5年とかの間でこれだけのエントリーが出てて、まあ、大体共通してるのがそのコードをかけるインフラエンジニアになろうとか、まあ、そういう人が少ないとか、もしくはお前らインフラエンジニアなのに開発力ありすぎだろみたいなことをおっしゃってる方もいて、で中には開発についていけない人がなる職業っていうイメージを持ってたとか、まあ、そういうちょっと厳しい意見が出てたりっていうのをまあ見ました。はい、でインフラエンジニアって言うと、まあ、一般的にこういうふうにイメージするっていう人が、まあ、さっきの検索結果から多いのかなと。で、まあ、ウェブであれだけ言われてるんで、まあ、大多数のインフラエンジニア、まあ、自覚がある人ももしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、そういうふうな、ラベルが付けられている、該当しているんじゃないかなというふうに推測できます。はい、で、まあ、インフラエンジニアがコードかけるとかっこいいよねみたいな、そういうふうに思われることもあるかなというところでした。はい、でちょっとこのあたりですね、2年ぐらいちょっとこのことについて僕なりにちょっと考えていろいろやってみたことがありましたので、ちょっと今日はその話をします。でちょっとその前にですね、お前じゃ あのどういう立場で何を偉そうに語るんだと多分思われてると思うんで、僕はあのプログラミングのどういう付き合い方をしてきたかっていうことをちょっと簡単にまずお話しさせてください。はい、で2008年から僕は初めて就職してエンジニアというものになったんですけども、その時に金融系システムの会社に就職して初めて Linux を触って、でそこからまあ AIX とか DB2 とかの運用をやるというところからキャリアをスタートしたんですけども、ですね、プログラミングでいうと、まあ、この辺であの業務システムが C++ で書かれてたんで、その運用するために効率よくなるように C++ でパッチを書いたりとか、もしくはあの DB2 に格納されてるデータを、まあ、MySQL にコンバートして、まあ、Java とか PHP で よしなに見れるようにみたいなシステムを作ってみようと、まあ、試みたことがあったんですけども、まあ、ちょっと物になる前に挫折してしまって、で、まあ、2011年が終わる、始まるぐらいの頃に、まあ、ちょっと俺にはもうプログラミング無理だなみたいな時期がありました。で今日お話しするのは、まあ、そういうところが終わって、まあ、やっぱやらなきゃまずいんじゃないかなみたいな思い直したところの話をします。はい、はい、で、まあ、今更言うのみたいなところもあると思うんですけども、インフラエンジニアってそもそも何する人なんだろうというところから、ちょっと皆さんと僕の間で、その意識を共有したいなと思います。で、まあ、ウェブサービスに絞った場合だと、システムスタックって大体こういう感じになってると思うんですね。まずあの一番下にデータセンターがあって、そこにある電源設備、ラック設備、空調の設備があり、ネットワーク設備があって、その中にサーバー筐体がある。でサーバー筐体の中に OS がインストールされていて、まあデータストアだとか言語のランタイムで、それを用いるサーバーサイドのアプリケーションと、それと、外をつなぐウェブサーバーだとかアプリケーションサーバーがあって、
HTML だとかのウェブフロントエンド、スマートフォンアプリがそこを通信しているっていうのが、まあ、いわゆるウェブサーバーのシステムスタックの一般的な構成かなと思います。で、まずそのインフラエンジニアで思い浮かべると、こういうところを担当している人っていうのを、まあ、思い浮かべる人が多いんじゃないかと思います。で、まあ、もしくはここですね、あのデータセンターとかにあんまり行かなくて、オフィスでそのミドルウェアのチューニングだとか、まあ、そういうところを主に担当する人だったりとか、もしくはそのデータセンターに常駐して機械の周りだとかネットワークのことを中心にやるという人か、もしくはまあネットワークだけをやる人、まあ、こういうのはあの、ここの担当の人はネットワークエンジニアとか呼ばれることも多いと思うんですけど、インフラエンジニアの中に該当するのかなというふうに分類しました。はい、でウェブサービスに限定しても、まあ、これだけ多様で、一口であのインフラエンジニアっていうと何をやってる人なのかなっていうことがちょっといまいちピンとこないと思うんですね。で、あの今日話させていただく話の中のインフラエンジニアっていうのは、まあ、特にあの中期だとか、指摘などしない場合は、まあ、主にウェブサービスの開発の現場で、まあ、このエリアだけを担当している人たちだと思っていただきたいと思います。はい、で、インフラエンジニアって今後どうなっていくんだろうなっていうことをちょっと考察していました。で、これはあの2年ぐらい前から考えていることの考察です。はい、で、例えばハードウェアなんですけども、まあ、データホテルさんとかハードビーツさんみたいなところに運用をお任せしてしまったりだとか、まああのまあ、自分でデータセンターに行ってサーバーラッキングしてネットワーク設計してLANケーブル引っ張ってきてみたいなことを、するという機会が、まあ、実は減ってる人が多いんじゃないかなという気がしていて、僕も実際そのデータセンターって数えるぐらいしか行ったことないんですね。インフラエンジニア名乗っておきながら。で、まあ、例えばハードウェアで、例えばクラウドなんですけども、まあ、こういうクラウドを使うと、まあ、そういうハードウェアの領域っていうのは、まあ、基本的には意識しなくてよくて、例えばオンプレミスでやってたその IOPS の性能測定だとかネットワークの性能測定だとか、まあ、そういうものは基本的にやることは変わらないので、物理的なハードウェアを意識しなくてよくなったりとかすると、あと、まあ、効率的に利用するために SDK などを使って API と通信してサーバー増やしたり減らしたりだとかっていうことをしていくと思うんですね。で、ここはあのソフトウェアの力で解決できる領域がかなり拡大したんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、例えばナギオスなんですけども、まあ、監視のソフトウェア皆さんご存知かなと思うんですけども、プラグインによってどういう監視をするかっていう拡張が結構自由に書けるので、ナギオスエクスチェンジというサイトがあって、まあ、そこでプラグイン、いろんな人が作ったプラグインが公開されてるんですけども、まあ、そこにない場合は自分で作れる。で、まあ、そこにない場合は自分で作れるんですけども、書けないと拡張ができないというところですね。まあ、あとフレンドディですね。これもあんま皆さんご存知だと思うんですけども、OSS のログコレクターで、まあ、ログ、例えばテキストログを手入れしながら別のところに転送したりパーズしながら解析をして、その結果をどっかにストアするとか、そういうことができるソフトウェアなんですけども、これもプラグインによる拡張が柔軟に行えて、 RubyGems にはプラグインがいっぱい落ちてるんですけども、ただあのこれもあのコードをかけないと自分で拡張ができない。で、これはあの Ruby 製なんですけども、途中の処理をパールだとか Python だとか別の言語で拡張する機能もあるんで、まあ、例えば Ruby が書けなくてもパールができるよとか、そういう方だったらその途中の処理を自分で書くみたいなことができるということですね。で、まあ、さらに最近ですと、このイミュータブルインフラストラクチャーとかリスポンサブルインフラストラクチャーとかインフラストラクチャーザコードとか、まあ、こういうあのインフラ界隈でこういう言葉が流行ってきてると思うんですけども、これもソフトウェアの力を大きく借りて実現できることだと思います。はい、まあ、これだけ、まあ、一部なんですけども、これだけ挙げただけでもソフトウェアの力を借りなければいけない、まあ、その恩恵を預かると、素晴らしい開発現場ができるとか、まあ、そういうところになっていくので、このままだとコードをかけないインフラエンジニアっていうのがどんどん必要なくなっていってしまうんじゃないかという危惧、そういう考察をずっとしていました。はい、コード読めない書けないは C なんじゃないかなと思っています。
で僕は今後もずっと生き残りたいと思ってるので、オペレーションエンジニアズカズアルトークスという勉強会を主催したんですけども、まあどういう感じだったかっていうと、コードを書けないインフラエンジニアは、将来的にやることがなくなって失職しちゃうんじゃないかなという危惧があり、で運用系エンジニアの、開発もこなされてる外のすごい人たちを呼んで、ちょっとそういうお話をしてもらえないだろうかという感じの勉強会をやりました。はい。でちょっとイベントアテンドってサイトなくなっちゃったんで、これは Gmail からサルベージしたスクショなんですけど、2012年末にやったんですが、2012年末からインフラエンジニア死ぬみたいな発言を僕はしてたようです。はい。でちょっと脱線したんですけども、どういう内容だったかというと、ホゲエンジニアの定義についてという発表を、タゴモリスさんにしていただいて、大体内容を予約するとこういう感じで、自分をどういうふうに呼ぶかということは、自分が何をすべき人なのかということに影響を与えるということ、あとは何を解決すべきか考えて、自分のその領域を決めようということと、あとは分業は不可能ということをおっしゃっていて、例えばそのコマンドラインでリストを書いたからウェブビューアーだとかフロントは書いてくれよって言っても、それが便利なもんだからわからないじゃないですか、その人は。なのでやってくれない。ひとまずとりあえず全部自分でやりましょう。で最終的には問題は基本的にはコードで解決しようという話をされてたと思います。大体多分よく合ってると思うんですけど、あとは藤原さん、カヤクの藤原さんにお話をお願いして、枕を高くして寝る話という話をしていただいたんですけども、コードを書くか書かないかというのは問題を解決する手段の一つで、むしろその書かない方がいい場合もあったりとかするんじゃないかという話をしていただきました。で、コードを書けばバグがつきまとうし、それをメンテしなければいけないコストが発生することもあるので、場合によっては書かない選択肢もありなのではないかということと、あとはその目的を果たすために必要以上に自分だけで全部頑張らないということもおっしゃっていて、例えばその、API はプラックに任せるとか、情報の可視化はグロスフォーキャストに任せるとか、必要以上に全部自分だけでやろうとしないということを基本的におっしゃってたのかなと思います。でその後パネルディスカッションをやって、あと3人他の方に登壇していただいたんですけども、全員が一貫して言っていたということは、自分の目の前である問題は何なのかということをちゃんと考察して、それをどのように解決するか、でその問題を解決するためにコードを読むことを書くことが必要なんであれば、やりなさいということを全員が一貫して言っていました。で、セッションの様子は、YouTube に、ちょっとパネルディスカッションの動画ないんですけども、 YouTube に上がっているので、ぜひこれを見ていただきたくて、特に自分はインフラエンジニアでこの先コード書いていかないとやばいなみたいな、もし開発者のイベントなんでそういう人あんまりいないと思うんですけど、そういう人がいたら、周りにいたらちょっと進めてあげて、ぜひ見ていただきたい動画なので、僕もたまに見返したりしてます、今だに。はい。で、そういう勉強会だとか考察をしてきたことを経て、僕が今インフラエンジニアがコードを読めること、書けることについて思うことについて、ちょっとお話しさせていただきます。はい。で結論から言うと、やっぱ絶対必要だと思うんですね。で、どういうことかっていうと、そのさっきの勉強会の感想というか、ハッシュタグがついてツイートが流れるように、普通の勉強会っぽい感じでやったんですけど、ある人がこういうふうに言ってて、ちょっと読むと、常識的に考えてインフラの知識もコードも書く知識がなければインターネットの仕事はできない。で、アパッチ、MySQL とかが管理してるのに C がわからないってマジやばい。普通インターネットのサービスに関わってるエンジニアって MySQL とかアパッチにバッチ送ったりするよね、ということを、ヤッポさんという人がおっしゃってたんですけどもこれは確かにそうだなと思います。で、周りも、アドバイスもらうときに、とりあえず C はやっとけとか、そういうことを言われることは結構あるんですけど、とはいえいきなりそのソースコードレベルでアパッチとか MySQL を理解して、今 MySQL に起こってる問題をお前のコードの力で解決しなさいとか、
まあ、読めない書けないレベルの人が、まあ、とてもじゃないけどできる仕事ではないんじゃないかなと思うんですね。で、そうではなくて、今何を目の前に問題があって解決すべきなのかなっていうことを考えなきゃいけないのかなと思います。まあ、例えば、僕が以前の職場で実際にあったことなんですけど、アプリケーションサーバーとかウェブサーバーが複数であって、そのログ、アプリケーションログだとかを、クーロンで1日に1回ログサーバーに転送する。で、その後時間をずらして解析系のバッジがまたクーロンで動くみたいな、そういう環境があって、で、そういう環境って、その転送が終わらないのに解析が走ってしまうとか、まあ、そういうふうな構成をとってると、まあ、いろいろ想像できるんですけども、そういうところってもしかしたら自分の問題として自分が担当した業務なので、まあ、そったような力で解決することができたんじゃないかなとか、まあ、そういうふうに思うこともあります。で、まあ、何を解決しなきゃいけないのかなということを、考えるということですね。そのアパッチとか MySQL とかのパフォーマンスが上がるっていうことは、そのサービスのパフォーマンスを上げるということにつながるのかもしれないですけども、まあ、それよりももっと目の前に何があるのかっていうことを考えた方がいいんじゃないかというふうに思っています。はい。で、まあ、そういう目的を果たすために、現在弊社ですと、そのまあ同僚が書いたソフトウェアが多く動いてるんですけども、まあ、これらのソフトウェアっていうのはそういう目の前の目的、問題を解決するために書かれたものが多くて、まあ、ちょっとまあ世界を変えたいとかそういう野心があって書かれたものの中にはもしかしたらあるのかもしれないけど、基本的にはその自分の目の前に抱えている問題を解決するために書かれたソフトウェアだと思います。はい。で、そういうことを求められましたと。で、いざ必要になった時に、まあ、目の前にソフトウェアの力で解決できそうな問題、コードの力で解決できそうな問題が降ってきた時に、実際にすぐに手を動かせるかっていうことが、まあ、結構重要なんじゃないかなと思っています。すいません、飲食禁止なんでしたっけ。はい。で、続きますと、その名前にまとわりつく先入観に惑わされるというのを、まあ、ちょっと考え直しませんかという提案をしたくて、まあ、さっきも言ったようにインフラエンジニアっていうとコードを書かないとか書けないとか、まあ、そういうラベルが貼られてることが多いと思うんですけども、まあ、それが、まあ、ちょっとどうなのかなと今ちょっと疑問に思ってます。で、まあ、書けるからかっこいいとか、書けるからすごいとか、まあ、そういうのもちょっと違うんじゃないかなと。で、まあ、結局コード書けないとやばいぞっていうことがお前は言いたいのかというと、まあ、否定はしないです。インフラエンジニアがコードを書けないからやばい、読めないからやばいということを、まあ、本当は書けた方がいいと思うんですけども、まあ、やばそれが本質的にやばいということじゃなくて、やばいのは、まあ、世間にあまねく何々エンジニアは何々しないというふうに、変なふうに先入観を持ってしまっていることだと思うんですね。で、これもさっきの勉強会で、まあ、ちょっと、まあ、概要で紹介したんですけども、まあ、高森さんが自分を何と呼ぶかということは、自分は何するかという自意識に影響を与えるというふうにおっしゃっていて、で、自分はインフラエンジニアだ、じゃあ世間のインフラエンジニアのイメージっていうのはコードを書かない人、読まない人、書けない人、書かない人、読めない人、というイメージがあったとすると、自分の中でも勝手にブレーキをかけて自分には関係ないことなんだっていうふうに無意識に思ってしまってるんじゃないかなというふうに思うようになりました。はい。ということで、まあ、インフラエンジニアだからするとかインフラエンジニアだからしないではないということです。で、そもそもその運用しているそのサーバーで動いているものは全てがプログラムだということで、例えばその、まあ、サーバーでウェブアプリケーションだとかウェブサービスの提供をしているということだと、そこで動いている例えばパールだとかRuby のアプリケーションというのはプログラムですよね。で、例えばそのアプリケーションに問題がある、障害が起きてしまったといったときに、まあ、変なふうにその自分の中で意識をしてしまって自分にはプログラムは関係ないという意識を持ってしまっていると、そのアプリケーションのコードに対して、担当意識だとか自分に関係あるという意識を持てないので、まあ、ここからここまでは僕のインフラの領域が
見て問題ないっていうことが分かったので、あとアプリケーションお願いしますみたいな、そういうことばかりになってしまうじゃないかなと思います。はい、ちょっとすいません。はい、ちょっとだいぶペースが速くなっちゃってるんですけども、まあ結論としては、アプリケーションプログラムインフラエンジニアだからといってコードを書かないとか書けないとかそういうことを言ってるんじゃなくて、積極的に学んでいくべきじゃないかなというところで、で実際に僕がですね、まあ、この2年ぐらいでコードを書くようになったんですけども、どういうふうに習得していったかっていうことを、お話しさせていただきたいと思います。ちょっとすいません。はい、失礼しました。はい、で、どういうふうに僕が習得していったかっていう話をちょっと聞いていただきたいんですけども、まあ、入門書レベルでのシンタックスの理解っていうのは人に教わってどうにかなることではないので、本を読んだりとかウェブで調べたりだとかっていうところで自力で解決するというのは、やってきたことです。で、とにかく書いたということですね。まあ、例えばフレンド D なんですけども、僕があのプログラムをまあ、ちゃんともう一回向き合ってやんなきゃいけないかなっていうふうに思わせてくれたプロダクトで、本当に感謝してる OSS のプロジェクトなんですけども、まあ、初めは、さっきもちょっと言ったんですけども、アウトエグゼクフィルターという機構があって、これはあのフレンド D の途中の処理をパールだとか自分の好きなアプリケーションじゃないですね、言語で書けるっていう機構があります。なので最初はこれを使ってパールでログアプリケーションログの解析みたいなことをやるところから始めました。で、 Ruby を覚えて、まあ、1年半ぐらいなんですけど、 Ruby を覚えてからもプラグインをいくつか書いたりとかそういうこともしました。で、今の会社に入ってからなんですけども、今の会社入った時って、まあ、ちょっとこんなことを今偉そうに語ってるんですが、コードってほとんど読めなかったし書けなかったレベルだったんですね。なので、既存システム、もうすでに動いている業務系のシステムを、まあ、今の環境、どんどん環境変わってるんで、新しい環境に適したように書き換えるようにという仕事をやっていて、まあ、書いては潰してっていうことをずっとやってました。で、まあ、転職した頃はこんなことばっかりやらされてじゃないこんなことばっかりやってて、まあ、全然成果が出なくて、だけど、まあそれでもいいよって言ってくれていたわけではないんですけども、まあ、最後までちゃんとやらせてもらえた環境にすごい恵まれたなと思います。はい、で、あととにかく読んだとこですね。まあ、さっきも紹介したんですけども、こういうグロスフォーキャストとかそういうソフトウェアって、僕の今普段近くに座っているカズブロさんという方が開発されていたりとかするので、まあ、そういうソフトウェアを積極的に読んでいって、まあ、どういう自分が例えばウェブアプリケーションを開発するとなった時に、まあ、ディスパッチャーどういうふうに書いたらいいのかなとか、まあ、僕は Ruby で書くんですけど、グロスフォーキャストとかは Perl で、またでもどういうふうにファイルを設置していったらいいかとか、まあ、そういうルールみたいなのはすごく勉強にさせてもらいました。で、まあ、当然の業務で使ってるんで、まあ、環境に適した、まあ、こういうふうになった方がいいんじゃないかみたいな機能の相談とかもしやすいというのが結構大きいですね。で、あとはですね、まあ、とにかくどんどん書いてっていう話をしたんですけども、それを積極的に見てもらうということをしました。で、見えますかね、これ。これはヤビツというソフトウェアがあって、ホスト管理をするシステムなんですけども、まあ、弊社だとサーバーがもう本当に数千台とかそういうレベルであるんで、メモリーとか CPU がそのヤビツに登録されている情報と実際のサーバーで差が出てしまっていないかということをコードで解決するっていうお仕事をしてたんですけども、これはブロックメモインフォをパーズする部分を抜き出して書いてるんですけど、見えますかね、これは係数説が書いてあって、ブロックメモインフォで渡ってきた、テキストを正規表現で一回食わして、で、レンジオブジェクトで比較してるんですけど、
見えますかね、まあ、これ今見たらちょっとだいぶ普通におかしいコードがあって自分でも思います。でこれを見てもらった時に、まあ、天才っぽいコードだねっていうふうにヤッポさんっていう人に言われたっていう言ってないよ、うん、ナイスタイミングですで天才っぽいコードはまあまあ、ヤッポさんとかそういう方に見ていただきながらこういう風に変わっていったんですけど、まあ、ちょっと実装はちょっと見づらいんで、もし、まあ、ご興味持たれた方いらっしゃったら後で公開するスライドを見ていただけたらなと思います。はい、で、どうなったかっていうと、パッと見で分かりづらいところに、コメントを適切に書きましょうっていうことは、これは本当にもう何回も何回も言われていて、まあ、今でもちょっと怒られたりするんですけど、メソッドが期待する入力は何なのかっていうことをこの辺ですね、この辺に書いてる、どういうメソッド、このメソッドはこういう入力を期待しているっていうことが名前からとか分かりづらいんでコメントに書いてる。で、返す値はどういうものなのかっていうことを、まあ、名前からだとかパッと見の実装で分かりづらいんで書いとくみたいなことをすごく言われました。で名前なんですけども、メソッド名が一番最初コンバートメモリーっていう名前を取っていて、コンバートメモリーって何するんだろうなって思うじゃないですか。なので、まあ、ちょっと冗長かもしれないけど長くてもちゃんと分かる名前をつけましょうっていうことを、これも本当に何回も指導されました。はい、あと命名についてなんですけども、なんかいきなり英語でパッとかっこいい名前を考えようとしても、なんかちょっとよく分かんない感じの、普段使わない英単語出てきて後で見たら分かんないみたいなことがあると思うんですけど、いやあるか分かんないですけど、僕にはあって、でまずは、最初のうちは日本語で、まあ、このメソッドとかこのクラスには何をさせたいかっていうことを何とかするやつみたいな感じで命名して、それから英訳する、でもし〇〇してから何とかするやつみたいになっちゃったら、そこにはちょっと仕事させすぎかなみたいなことを疑って分割させるといいよみたいなアドバイスをもらって、あなるほどと思って、これは今でもっていうか、まあ、ずっと意識してやってます。はい、で教わることに時に気をつけていることなんですが、まずはその言われた通りにその通りにやってみるっていうことですね。自分の力が、まだ信じられないというのもあるんですけども、まあ、その諸先輩方が言ってることを素直に信じてやってみるということですね。まあ、かといってその言いなりになるんじゃなくて、まあ、何かちょっとおかしいんじゃないかって言ったらちゃんと聞いてみる、まあ、あの時こう言ってましたよね、いやでも今はこう言ってますよねとかっていうと、まあ、過去の自分は他人だからみたいなこと言われちゃって、あそうですかみたいなことが結構ありました。はい、すみません、ちょっとで、まあ、OSS にコントリビュートって言っていいかどうか分かんないんですけど、そういうこともやってきて、フレント D のプラグインでフレントプラグインフラットンというのとリライトというプラグインがあるんですけども、まあ、その内部的にちょっと、まあ、こういうふうにバグがあって、その修正をやらせてもらえないかということでやらせてもらったんですけども、まあ、この時は、まあ、コーディングスタイルの話とか、まあ、実際はこういうふうにしていこうといいよみたいなことを細かく教えてくれました。なんだっけな、まあ、インスタンス変数、ミックスインを使ってるプラグイン、ミックスインを使うように、回収したんですけど、その中で定義されているインスタンス変数をいきなり呼び出してたりとかって実装僕がしてて、まあ、それだったらミックスインの中に、入っている、アクセサーから呼び出すようにしようよとか、そういうことを教えてもらいました。これはアンチコさんにお世話になったところです。で、またサーバースペックっていうその、まあ、サーバーの状態が正しい状態かっていうことをテストするソフトウェアなんですけども、これについても機能追加のプルリクエストをしたりだとか、バグ報告をして修正のプルリクエストをしたりだとか、まあ、あとはその機能を追加する際にこういうふうに書きたいんですけどどうですかみたいな相談をして、いやこういうふうに書いた方がいいんじゃないかっていうことをそのコードの実例付きでアドバイスしてもらったりだとかっていうことをしました。で、まあ、一回プルリクエストするときに自分の手元でちゃんと確認しないで投げてしまってテストがこけてすげえ怒られたっていうこともあったんですけども、それはそういうことをしてはいけないんだなっていうことを、心に刻めたので
本当に厳しく言ってもらえてありがたかったなと今では思います。はい、まあ、ちょっと長くなってますけど、やってることということで、ソースコードリーディング会っていうのを今ちょっと最近会社で始めて、実際にあのプロダクションの実装をしている人を呼んで、そのプロダクションのコードを解説してもらいながらみんなで読んでいくみたいなことをやってます。で、まあ、さっきも言ったんですけど、そのインフラエンジニアって言ってしまって自分の役割に線を引いてしまうと、プロダクションの実装だとかにその当事者意識を持つことができなくなったりとか、まあ、そういう意識が乏しくなったりするっていう傾向が僕の中にもあったので、プロダクションの実装に対して自分がしっかり責任を持たなければいけないんだなというところを意識が芽生えさせてくれるということで、もうすごくいいなと思って今後どんどん継続していきたいなと思っていることです。はい、はい、失礼しました。はい、ちょっと結びに向かっているんですけども、まあ、仲間を増やそうということで一人で頑張るのは、まあ、だいぶ辛いですよね。まあ、例えば周りを見渡すと、アプリケーションプログラマーでありながら僕以上にそのデータベースだとかアプリケーションサーバーとかっていうことに対して精通している方がものすごく多かったりとかして、まあ、同じ悩みを共有できる仲間とかっていうのが一人でもいるとすごくいいのかなっていうふうに思ってます。で、刺激を与えられる仲間がっていうことで、DNA のリオさんでもともとその運用のエンジニアをやられていて、最近その開発のエンジニアになられたんですけども、運用エンジニアを主にやられていた頃から運用系のツールをどんどん自分で開発されたりとか、そういうところのモチベーションだとか、まあ、スタイルっていうのは本当に外から見ていて刺激をいただいて、僕もこういう風になりたいなっていう風に思わせていただけたと、まあ、あとはその最近カサンドラの人からアンドロイドの人になったこの方も僕に同じようにリオさんと同じような刺激を僕にもたらしてくれたということですね。で、まあ、こういう方って社外の方で、まあ、どういう風に仲良くなっていったかなと思うと、ブログを書いてるのを見てもらったりとか、勉強会に行った時に発表して、まあ、そういうところで知ってもらったのかなっていうところで、カンファレンスに行ってもあなたどこの誰ですかみたいな状態だと仲良くしづらかったりとかすると思うんですよね。でそういうところで、まあ、どんどん仲間を増やして、同じ悩みを共有して、で共通の目的目標を見つけたらですね、ぜひあのイスコンにエントリーしていただきたいな。ちょっとごめんなさい、日付忘れちゃったんですけども、いつだっけ、来月、とかに予選があって、そのいい感じにスピードアップコンテストというのを毎年あの、LINE と、まあ、あとは他の会社と協力してやってるんですけども、こういうのにみんなで出てどんどん盛り上げていこうっていうふうに思います。はい、で、結論で最後になりますけども、まあ、インフラエンジニアとして目的を達成していくためにはプログラミングの習得は必須、まあ、ちょっとヤップシで何言ってんだみたいな、まあ、ここまで話しといてあれなんですけど、そういうことじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、本当に辛いですね、みんな書けるのに書けないとか、でも一回諦めてるしできないとか、めっちゃ辛いんですけど、まあやればなんとかなるかなというふうに思います。ちょっと、ごめんなさい、まとまりがなくて申し訳ないんですけども、話以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。質問のある方挙手でお願いします。質問ありませんか。はい、アプリケーションコードから SQL 書く時の SQL の書き方とか、あと
ケーブル定義どうするかとか、そういうところあると思うんですけれども、そこら辺の、なんていうんですか、アプリケーションコード書く人との共有っていうのは、そういう感じですか。共有ですか。協業。なんていうんですか、アプリケーションコードを書く人が、県内スケール書いて、はい、インフラの人が、ちょっと何してるんだとか、はい、そういうことって、あると思うんですけど、僕が思ってるのは、その、そういうことはすごく現場であると思っていて、ただでもそういう場合ってその、インフラエンジニア側からするとこういうふうに変なスケールが来ていてスロークエールが出ててとかっていうことが分かって、でアプリケーション側からすると、まあそうなんだっていう感じだと思うんですけど、お互いがお互いの領域を知らないとそういうことって解決できる問題ではないと思っていて、まあ、ただ遅いクエリが来てるか直してねいうだけだったら簡単なんですけど、例えばその使ってるワールドマッパーで実装してるだとか、トランザクションスコープどうやって切ってるとか、そういうところを実装を知らないと解決できないと思うんで、そういうことがちゃんとできるようになるために、アプリケーションのレイヤーもどんどん知っていった方がいいんじゃないかなというふうな考えなんですけど、質問の答えになります。ありがとうございます。他いらっしゃいますか。大変面白いお話ありがとうございました。今のお話でかなりインフラエンジニア側の、がなんか歩み寄んなきゃいけないって話だと思うんですけど、逆にアプリの開発者になんかインフラエンジニアとして見たときにこういうことはやらないとダメなんじゃないかとか、そういうところって今実感があったりしますか。ちょっと今の環境だとむしろそのアプリケーション書いてる人のエンジニアがもうすごくインフラに精通してるんで、特に今の環境で言うことはないんですけども、例えば今まで所属していた組織とかだと、まあインフラはインフラのことしか分からない、アプリはアプリのことしか分からないということで、障害対応とかするときにそのコミュニケーションでこのテキストスイッチが発生するというか、お互いに自分の領域はこうだからっていう説明をしなきゃいけなかったとかしたっていうことがすごく面倒くさかったので、線引きっていう話をしましたけど、自分はアプリケーションレイヤーだからインフラやらなくていいとか、そういう話、そういう意識を持つのではなくて、アプリの人もどんどんインフラどんどんできるようになっていくとすごくいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあすみません、時間になりますので、あとは個別に聞いていただきます。ありがとうございました。